さん、5月22日にアッパガニキの県体制最後のツアーが、間違えた、ワンマンライブがあるんですけど、それの SNS 選考が開始しましてですね、皆さん取ったかい？5月22日は必ず会いましょう。クラブチッタ川崎に、荒野行動です。でも元気です。私すごい元気です。めちゃめちゃ元気ですよ。大丈夫だよ。そう、みんな静岡のチケット来ないって言って、マジちょっとやばいぞ。それはカジスティックの当落もね、だからカジはお家に引きこもっています。ちょっとさ、すごいのよ、私コロ先生になってるの。外にはね、出れないので、鹿島のちょっと構ってください、皆さん。顔色だいぶ良くなった気がする。めっちゃ思います。なんか目のさ、腫れ具合とかも治ってきてよかった。寝すぎてパンパンだったけど、今日はいつもと同じぐらいです。どこ行く？寝た時間が。どこ行く？だから、どこ行く？元気に行ってよかった。私かっこいいの。ね、これ私こっち向いてやったらいいんじゃない？したら見えるんじゃない？若干見せてあげてもいいよ。見えてる。通知来たら見えちゃうって。あ、今お休みモードでした。でも通知、友達とかから通知来ないかな。逆にあんまり来なかったな。友達が遊びに来た感じする。若干いや、めちゃめちゃ武器がないよ。いや武器悪いね。いいやつがないです。
あ、駅あった。YouTube で声コードやろう。上手なわけじゃないけど、ちょっと安全地帯を目指していきたいと思います。そう最近スイッチでなくて、声コードをやって、いや声コードやってるわけじゃないよ、なんかちょっとなんか気晴らしにやってるくらいです。言ってもからないの。帰ります。さすがにどこに敵がいるかわかんない状態ではできないな。あ、結構撃たれちゃったな。いや、めちゃめちゃ撃たれてる。え、どこにいるんだろう。いた。あちこち見てる。あ、間違えた場所。やば、弾切れっすね。全然当たらないんだけど。やったわがないんよ全然。弾がないのか。何してんの、みんな。何してるんですか。みんなに会いたいな、メンバーとかに。早く。めちゃめちゃ殺される気がする。なんか今日はどうだろう、メンバー元気してるかしらって。うちが一番それ言われるやつか。みんなに会いたい。会いたいです。寂しくなりました。悔しい感情から寂しいに変わった今日でしたね。
悔しさをこのゲームで晴らしてるかなみたいな。どうだろうね、晴らせやしないとは思うけど、やっぱやってないとね、いろんなことやってないといろんなこと考えちゃうっていうのは、ね、あるよね。荒野行動結構いいよ、頭すっきりするし、めったにやらなかったけど、やば、いた、うわっ、静岡に行きたかったな。みんな火事のこと忘れないでくれよ。そしてアフガニキのことを応援してほしい。アフガニキをよろしくお願いします。してるかな、みんな。きっと私が抜けた分を一生懸命練習してくださってんだろうね。思いますよ。なあ。私がちゃんと復活したときにしっかりね、嘘じゃん、死にましたよ、救助してください、死にました、了解、死にました。もうやだ、死んだよ、勝てませんでした。めっちゃ死んだ。じゃああともう1試合は今日の配信の最後の方でやりましょう。はい、ということでパッパガールズかっこにきの梶島彩です。本日からですね、5月22日の、パッパガールズかっこにき現体制最後のツアー、最後のワンマンライブのFC 選考が始まりました。皆さんよかったらゲットしていただけると嬉しいなと思います。はい、ですね。そして、え、充電がないです私。4月3日には静岡公演、4月10日には千葉公演などなど、まだまだたくさん皆さんにお会いできるライブがあります。静岡公演はちょっと梶島は行くことができなくてとても悔しいんですけど、私の思いをもう全部メンバーが持ってってくれると言っていました。お家から全力をお届けしたいと思います。ちょっと
バターを書こうって思ってたんですけど、間違えて iPad で配信しちゃった。明日、明日にするか。間違えちゃったな。カジ、体調大丈夫ですか？めちゃめちゃ大丈夫です。元気になりました。ご心配おかけしてしまったんですけど、逆に元気だからすごいどうしたらいいんだろうっていう気持ちにはなっちゃうけど、一生懸命生きてます。明日も朝昼晩配信しようかなって思ってます。めっちゃ元気です。今日はいろんな写真、インスタ撮ったインスタ撮ったり、基本はギターの練習してたりとかしたかな。パーカー T シャツ届いた、ありがとう。そう、体力が落ちてるのをすごく感じていて、結構それはしんどいなって結構思う。今一番しんどいのは体力がないことかも、うん、何をするのにもちょっとうーってなっちゃうなって。はネイルを落としました。ちょっとね、静岡じゃない、東京用にネイルしたんですけど取っちゃいました。そう、千葉の千葉用に、千葉はちょっとシンプルなネイルで行こうと思っているので、そうそう、ツワとネイルをさ、こう一個ずつさ全部違うネイルにしようと思ってたけどさ、まだみんなに公開できたのが1個2個とかなんですよ。そのネイルも延期できたらいいなと思うんですけど、いつもより指が細いだって。なんかさ、痩せっ、どうなの、顔にではそこまで出なかったからよかったけどさ、変わった、やっぱりゴツゴツしてるか、ちょっと痩せ、手でわかる、指痩せたかな。体重はそこまで落ちてないですよ。ちょっと乗ってみるか。体重計持ってきたの。でもね、ちょっと足とかがね、すっきりした気はするの。気はね。まあ、確かにそれは風邪ひいてたから、食べてない日もあったからねっていう。いやー、そんなに言っても変わってないと思う。うん。そんなに変わってないです。1キロ。いや、戻ったもん。食べたから。だから食べなかった日の次の日は 2,3 キロガッと落ちたけど。うん。もうそんなに落ちなかった。だから。そうね。ここまで大丈夫ですよ。私の体重の予想されてるんだけど、私なんか一日あんまりご飯食べないとガッて落ちちゃうんだよね、体重が。そうそうそう、44キロぐらいだと思う。私が162センチあるからな。どうだろうね、内緒です。みんなが思ってるよりあるのかな、それとも思ってるよりないのかな。これ絶妙なとこだよね。私の平均、私の身長の平均体重っていうのは、57なんだって。57らしいよ。それよりかはないかなっていう、うん、みんなの、
でもなんか前回の体力測定の時にめちゃめちゃ体調崩しててガリンチョ痩せぴょんぴょんになっちゃってたのよ。その時は体重測った時になんかあのあれが出ちゃった、ダメよっていうのが出ちゃった、あの健康診断の時それで、あ、やばいと思ってす、ちょっとダメだよねそう、あの引っ越しをして脱実家したすぐに体力測定みたいな感じで、あの体力測定じゃない、健康診断だったの。ほんでもうなんか大根ばっかり食べてたらね毎日大根みたいな生活を送ったから、なんかめちゃめちゃ痩せちゃって、なんかガリンチョ痩せぴょんぴょんだったのマジです。そしたらなんか健康診断の紙でちょっと怒られたよね、なんか死にますみたいな、いや死にますは言われてないです、言い過ぎた、なんかダメですってなって、そうそう、すぐ戻ってよ。だからそんなん言われたら OK って言ってめっちゃラーメン食べてすぐ太って戻った。うん、その時はなんか今の体重も全然低かったから風邪ひいた時の体重も低かったって考えたら全然いいよ、今なんか普通です割と普通ですね。3体以上の時期だって。そうなの、あでもそれぐらいかも。そうだ、なんか頬めっちゃ焦げてなかったっけ、3体以上の時を戻します。ちょっと11月ぐらいやったよね。あーこの時だ、ちょっと痩せてるね。でもそう考えると、うん、なんか頬ほっぺとかがあんまりないね、これだってノーマルカメラだもんね、ノーマルカメラだから完全にやってるかもしれない。かなりシュッとしてるわ。大根食べ過ぎて死にかけてる時です皆さん。うん。そうですね。いやかなり痩せてたかもしれないですこの時は。確かに。あと写真ないのかな。食べ過ぎて、 あとゼップもあったからね、それはあったかも。ゼップ、そうだちょうどゼップ、うお、えゼップの時カリカリカリくさんで怖い、めちゃめちゃ細いじゃんやばいじゃん、なんかこれちょっとこけすぎじゃないっていうぐらい、こんな細かったっけ、なんか加工なのっていう感じだよね。でも今加工別に変えてないしな、パパに送った写真とかなんかちょっとやつれてるじゃん、加工、加工じゃないんだこれ、加工、これ加工じゃないね、でも加工はしてるけど今の加工と同じだもん、だっていじってないからそんなに痩せてたっけ。あでもこうやって見るとちょっと痩せてるかもしれないね、このなんか後ろら辺にいるやつとか見ると。あでもゼップ東京だったからそれ痩せてるか、これに備えてやった気もするし、ふむふむ、すごい、なんか動画あったんだけどなんか細すぎてなんかやばいんだけど、今の顔と全然違うくらい、なんかここやばく、こことここめちゃめちゃやばくない、ちょっとびっくりした、めちゃめちゃ痩せてたじゃん、ガリガリだやつれてるやん、今の時のが、今のが元気だってことが証明されました。これでニキってどういう意味ですか。アップアップガールズかっこ仮というお姉さんメンバーがいて、その妹分として結成されたからかっこニキという名前になってます。
でもなんかカッコニキっていうのはみんなのニッコリのニーの笑顔のニーって意味だよって覚えておいてね。この時ちょっと痩せ痩せだったわ。すごい顔に出てたねこの時。確かにちょっと忙しかったもんな。え、やばいじゃん、なんか細い、見て顔ちっちゃい。あ、細いかも、確かに。ちょっとほら、ちょっと細いかもしれない。え、こんな時期あったな。今の写真見てよ、今ここにいるんだけど。え、待って、こうやって見るとやっぱちゃんと顔まん丸だわ。ね、まん丸、はい、丸になってる顔が戻った。ほらまん丸よ。ちなみにコロナ1日目の写真があったよ。ほらこれまーちゃんに送ったんよね。なんか動けませんって言って、うん、そう、助けてくださいって言ってこっち写真撮ったよ。そうそう、まーちゃんなんて、だって写真は送らなくていいみたいな感じだった気がする。そうそう、マジで死ぬかと思ったもんな、あの時。はい、今日撮ったインスタの写真をどっかに載っけようと思っております。感じ、ちょっとでもやっぱちょっと痩せたんかな。一緒かな、一緒だった、一緒だった。そうですね。いろんな写真がありますよ。はい。なんか次みんなにあの緊張してきたな。ライブしたい。鹿島の復帰戦は静岡ではあると思うんだよね。まだ分かんないけど、鹿島の予想はそうね、ジャイアンナイトです。予想です。予想です。復帰わかんないです。私また適当なこと言って怒られちゃうかな。でも必ず千葉には戻ってくれるように今頑張ってるところです。アイワナビーの後はあの日がキーです。あの日がキー。
迷路のような街並みの日ぐぐる片手に夢一つだけ閉めてきた東京都空っぽなワブ星の上都会の夜語り受けたこの人あの日がキーだってなるほどね、あの日がキーカタカナだけどね、本当はI wanna beもね、カタカナだからね。まだ歌えないね、この鼻声じゃ悔しい。瀬戸りが決まったよ、4月29日ソロライブの。二人かじてゆるゆるあり、やっぱフルメンで見たいよね。まっすぐな、待っててな。ゴールデンウィーク超楽しみにしてほしい。8人最後ね、超頑張ってライブするんで、いろんなライブね。なんか私の声ってさ、急にさ、ハスキー強めで、すぐ自分が当たってるの分かる。どこに、どこ当たってるか。すぐ分かる。うん。喧騒だと人の渦を飲み込まれて美を知らいかけていた夢でも私のパーツ難しいんだよね、喧騒雑踏人の渦飲み込まれて飲み込まれてん飲み込まれてえちょっと待ってゆりちゃんごめんストップ。飲み込まれ飲み込まれて見失か飲み込まれて見失いかけた夢か、すごい難しいところ。ごめんゆりちゃん止めちゃっためちゃめちゃゆりちゃん、あー大阪行けんのよ、そう超嬉しい。ゆりちゃんいいよね。ガラスの純情、あ、ねえガラスの純情やりたいよね。最近やってないけど、もう緊張しちゃうね、ガラスの純情。止めちゃった、申し訳ない本当に。ぜひ一箇所だけネタバレあるんだね、この曲は。いや申し訳ない、いいとこ止めちゃった。なんかこうハモリ取ったな。楽しいことだけで何大阪は友達連れて行けるように頑張るね。ありがとう。おしめ見つけてあげて、うん、失敗できないって、いやマジそう、いやこの曲ほんと失敗したら終わるです。あゆくありがとうございます。
あれしよう、エイプリルフールですね。裏声、いや多いよね裏声ってか、違うんだよ、梶島の思い気があんまり高くないから裏声で行くことがすごく多いんですよ。両思いの印っていう曲があるんですけど、めちゃめちゃプリティ可愛い女の子、イエイイエイセンキューハップハップブヨンブヨンブヨンのキュンキュンキュンのフィッフィッフィな感じの可愛いソングがあるんですけど、その曲私ほぼほぼオール裏声で歌ってる感じ、ユニゾンマジマジマジですよ実はね。そんなこと言ったらバレちゃうから、分かる人には分かるのかな。この時間私ほぼほぼ裏声で歌ってますよ。でも裏声で歌ってる曲めっちゃ多いと思う。結構あるじゃないかな。今の曲紹介、この曲はラップが2曲の中でもすごいプリティかわいいキュンキュンキュンの「エイレガンセスドントントン」「ウイウイクルクルクルスーポン」「ラブラブラブキュン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 の」「ワイワイワイ」「ベイビークルブン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 」「ブリブリ」な曲なわけですよ。そういう曲なんです。はい。この曲絶対歌われないと思ってた私。あってよかった。ものすごい可愛い。この曲すごいな。キュンキュン。ハッパッハビッハバビッハンポビッキュン。ハッパッハビッハポポポキュンキュンキュン。ハワイビッハッっていうぐらい可愛い曲なんで。そうなんですよ。この曲、デモ音源来た時、やっべーって思いました。できるかなーって不安でした。そうそう。まあ、この曲もすごく素敵なんだけど、私的に推したい曲はやっぱり、私すごいテンション上がる曲はこれですよ。愛しちゃうので、あまり遅くまではいらないけど、なんか若いよね、この時だってまだ高校生の時だったからさ、めちゃめちゃさキャピッてしてたよね。今もしてるはずなんだけどさ、でもやっぱこの曲じゃない、今のアップガニキはこれっしょ、ラビッチの時代だから。私この曲大好きなんだけど、プロンスウェイトリップワッケー、私ここ狙ってたんだけどな、じゃなかった、おかしいな、絶対うちだと思ってたのに。ここもうちすごい狙ってたんだけど、全然うちじゃなかった。ゆりちゃんやん、すごい可愛いんだけど、ここもうち狙ってた、マジドラマよりね素敵なって。したらまさかのまさかの私の王子様っていう歌振りしかなかった。ね、まさかのそこそこなみたいな、しかものみ、そこのみでした。のみっていう、私の王子様って言ってるだけ、すいません、とってもありがたいんですけどね、嬉しいんですけど、なかなかね言う言葉でもないからありがたいですけど、でもうちかなって、そうそう、でもここもうちかなって思ったんですよ。ツッキュンプランプランスパーヨーってこっちもやりたかった、この A メロみたいなやつ。私だってやりたかったんだけど、なかった。もううち歌い終わってるからね。もうないもん歌うとこ。セリフしかない。
あんたもラビッチュしか言ってないもん。ピエン。セリフしかないんですよね、ネタアリーって。ピエンピエン。いつもピエンピエンとか言ってますけど、で、この曲すごい好きなんで、みんなにね、もっと歌ってほしいなと思って、アピールしてます、今。いや、私この曲すごく神曲じゃない？私めっちゃ好きだよ。ミキの曲を宣伝しようのコーナーになってる。あ、ウィスモさん来てる。あ、ウィスモさん、フリコーダーずっと吹いてたらいいじゃん。ダメです。ダメなんですよ。私は欲深いんで、いつも全部歌おうとするんで、すいません、これはもうすいません。楽しそう、会社もなんでパーリンって言って、そんな会社が一番好きな曲はですね、まあ好きな曲はいっぱいあるんだけど、会社的にすごく、なんだろうね、なんか私好きな曲って言われて選べないな。バベニキ素敵な曲いっぱいあるから、あ、すごいいいところでまた止めてしまった。なんか私が一番好きな曲とかじゃなくって、ぜひ聴いてほしい開始的曲みたいな感じの方がいいかな。なんだろうね、いっぱいあるよ、ニキが迷っちゃうよね。一番は無理だ、決められないや。一番は無理だけど、なんだかんだカジがよく聞いてるのはこれです。いや、これであのイントロが大事だから、ここですか、ここが大事マジで。トラ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 ワンツーですから、みんなこの3連符を感じていこう。3連符合ってるか、合ってるか。トラ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 ワンツー、みんなもうここが一番の盛り上がりところだから、スターティングオーバーっていう曲なんだけど、ちょっととっても大切だから、タララ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 ワンツーだからね、本当にここがいいのよ。みんなわかった？タララ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 23回出るわけ。タララ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 ララ24回だ、24回出てくるんで、このタララタララをみんな心で刻みなさい。ここ刻んだ時の感動半端ない。タララ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 ワンツーだからマジで最強。ここが私は一番好きです。タララ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 ワンツーだから、もう大好き。私が一番好きなイントロです。あれ、ミスモさん、ここが一番大事ですよね。じゃあもう一回流しますね。タララ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 タラタラタラワンツー。ちなみにこの曲は私歌い出し歌ってるんです、珍しい。すいません。タララ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 ララワンツー、あなたにただ笑ってほしいだけ、イエーイ。
で、ちなみにこの曲はですね、9人っていう、いやマジ伝説の時代があったんですよ。めちゃめちゃ多いじゃんみたいな時代があったんですけど、その時に言ってたんですね。ちなみにここのパート卒業しちゃった子が歌ってるんですけど、今うちが歌ってて、うちの歌割りかのように歌ってます、はい、大切に歌ってますよ。気持ちって言ってね、カジはサビ歌いがちだから、たまに出るくるサビマン。ありがとうございます。いやこれすごいっすよね、本当にすごい素敵ですよね。本当自分で歌いながらいつも思ってます。この曲で何度泣いたことかって思うよ。うん、いろいろ思い出すんですよね、やっぱこの曲、この曲もらった時のこともだし、この曲もらを歌った時もなんかいろんなタイミングで歌ってきたから思い出す曲ですよね、結構。だからその中に皆さんも入ってほしいなって思います。すごいよね、この曲すごいよね、本当に。ニキはやっぱこういう曲が似合うし、まだ未発表の新曲とかあるんですけど、この曲もね、すごい素敵な曲なんで、それからレコーディングなんですけど、めっちゃ楽しみです。めっちゃ楽しみ、レコーディングが。よし。まあ、こんな感じで、スターティングオーバー聴いていただきました。ありがとうございます。なんだろうね、川島的、最終的にみんなに聴いてほしいアップガニキの曲、あ、これも天才な曲が1個あるんだよね。マジ島崎ゆりやっていうメンバーがね、あの大優勝してるから、ぜひ油絵家の名曲と呼ばれているパーレーです。はい、この曲歌っときゃもう確実に映画になれますよ、私は思ってます。ちなみに小島がこの曲歌ってる時、私結構すごいテンション上がってるなって思います。でもやっぱ歌い出しでさ、こう島崎ゆりやちゃんの件について話してもいい？まあ、島崎ゆりやから始まり、島崎ゆりやで終わる一番の、あのサビ前っていう、この、わかりますか？ここ。から始まり、サビ前の、こう、これ私の次なんだけど、
でもあの子が動かしてるんだよこの曲って、すごくないって。あの子が動かしてるこの曲だからこそアップガリッキのパーレなわけだって、私はもう素晴らしいなって思ったよ、うん、いやそのこのどれだけこの遊び足りない時間のインサアイっていうこのイントロがどれだけ大事かっていう、わかりますか、この遊び足りない時間のインサアイがどれだけ大事かっていうのがこの一瞬で分かったと思うんですけど、島崎さんって重大な圧をあれだけかけられてこうやって爽やかな歌声で歌ってるのってすごいと思います。会社もやってみ、遊び足りないすごいと思うよ、遊び足りないって始まっちゃうから、いや違うんだろうな、私じゃないんだよな、私じゃないんだよな、やっぱりでもねすごいよ、でも私歌い出しやったことないから、歌い出しの大切さって私一番わかると思う、やってないからこそ全員の歌い出しを見てるんで、やってないからそういうことですよ。まあ撮った瞬間に歌い出したザキコって決まった、やっぱそうですよね。いや鹿島かなって迷ったんですよね、多分鹿島か島崎かどっちしようかなってなって、まあ島崎かなってなったらと思うんですけど、まあ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 納得です。でも遊び足りないです、時間インサーアイでどうすっごい悩んでましたよ。この一フレーズが今までアップガニキでやった一番大きいライブがゼップ東京ってところでのライブだったんですけど、1曲目だったんですよ。1曲目で一番最初に歌うのが島崎ゆりあちゃんってことにゆりあちゃんは気づいて、すごくどう自分で持っていけるかっていうのを考えてました。あ、そびたいないかのみんさあいつってね、うちじゃなかったですね、はい、ノリの歌い出しだってどういうことですか、ノリみたいな曲があったりする、とても素晴らしいですねこの曲は。あとなんだろう、本当に私マジで歌い出しやったことないからさ、ちょっと憧れはあるんだよ。でもなんか歌い出しやりたいかって言われたら やりたいけど、ちょっとあの今みんながやってるやつすごく素敵だなと思って聞いてるからあれだけど、なんだろうね、なんかすごい明るい曲が多いな人気は。そうね、いやいいね、どの道歌い出しと言わないだって。あれはもともと梶島がやる予定じゃなかったんだけど、あのコロナになってあのレコーディングができなくなってクローゼットで撮ったのをそのまま使ってもらったって感じかもね、セリフ。そうですね、社長と話してたのはまだ違う子の予定があったんだけど、喋り出しはでも梶島めちゃめちゃ多いかもしれない。イントロとあの歌い出し歌ってないからできるんですよ、喋り出しがそういうことです。そうね、なんだろうな、素敵な曲が多いからすごく迷っちゃうね。そうだ、ちょっとひゃっくり出ちゃった、これも良かったよね。はい、これはマジでイントロ神イントロスペシャルだよね。マジでみんなにトゥルルルトゥルトゥトゥルルルルルルってやってほしいぐらいだ。神イントロスペシャル曲の一つですよね。トゥルトゥトゥルルルトゥルトゥって心に刻んでほしいです。はい、この曲はねすごい思います。トゥ
トゥルルルトゥルトゥトゥルルルルルトゥトゥルルルトゥルトゥトゥルルルトゥルトゥってね、これやってほしいです。やってほしいっていうかね、心に刻んでほしいです。あと神イントロスペシャルもう一個ありましたね。これもだね、はい、こう冬とてとてっていう曲なんですけど、でもこう神イントロスペシャルの中で多分マジで上位に入ってくる冬とてとて。ツッチャン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 ってやつよ。これ素晴らしいですよね。ここはなかなかすごくない？いやマジですごい。あ、二学期様っていう曲はいいっすね。あ、2学期サマーはイントロめっちゃいい。それすっごい、しかも人気だしね。2学期サマーっていう曲あるんですけど、このターンがここまでいけるイントロっていうのはもうなかなかなくないですか。もうパンってきてってこうパンってきてってこう待つような前振りを、このターンを待ち、パンってこのパンがもう本当にやばい。パンの破壊力がもうすごい。なんかパンって来て、なんか来てって思うようなイントロですもん。下っけ来るんだ、ちゃんと。素晴らしいよ。これはかっこいいや。まあ、そんなこと言ってますけど、5月10日に発売する新曲のスターリウィンクというイントロも最強なので聞いてください。なかったよね、確かに2期にこういうのが、パン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 ってやつ、長めのイントロですね。もうちょっとイントロあるけど、この曲めちゃめちゃ今サブスクで配信中なんで聴いてください。お願いします。ちなつね、すごいよね、ちなつの歌い出しってこういう心にスッと寄り添うような曲はもうほぼほぼちなつで歌い出しだよね。メンバーのリーダーのね、高木ちなつちゃんとこが歌い出しなんですけど、すごいよね、ちなつが歌い出しになると一気になんかバンドチックじゃないけどアイドルの曲じゃないように聞こえるのがすごいなっていつも思ってます。うん、ミキってすごい、私のグループがすごいって言いたいっていうよりかはメンバー一人一人が本当にすごいんですよ。私はその中に入れるのが本当に嬉しい。さっき言ったら島崎ゆりやちゃんとかもこの曲にすごい生きてますし、一番最年少の頃佐々木ほのかちゃんって子は誰よりも声がね、人の心に届く声をしているので、みんなすごい。コーラス勢は割とカリスマもニクラムちゃんもニーナもチーコもこの4人は割とコーラス勢が多かったりするんだけど、頑張ってます。
歌詞もここ歌えると思う。歌詞もここ歌詞も歌ってるんですけど、ちょっと珍しく長く歌ってるっていうね。ちいこちゃんの声は武器だよね、本当に。ニキの武器。なんかちいこちゃんって歌声だったり歌い方とかが武器なんじゃなくて、あの声自体武器っていうのはもう相当の強みだと思うんですけど、どう思いますか？中川千尋ちゃんっていうメンバーですね。もうなんか声が武器なのよ、なんかすごいよね。もうずっと振りかざしてる感じ、唯一無二すぎて、多分誰もいないと思う、ああいう歌い方をする子は。だからすごい強い、そう強い、うちのちいこちゃん強いわ。ミステムさんはカスタムミクチありがとうございます。わかりました、聞きを後で流させてください。ありがとうございます。ちいこちゃんはあのままでいてほしい気持ちもある。多分もっと上手くなっていくんだろうけど、ちいこちゃん多分今しか出せないちいこちゃんを毎年出してくるんで、そこを皆さん注目してほしい。中川千尋ちゃん、ちいこちゃんとか多分 TikTok でさめっちゃバズる歌い方するよね。ちいこちゃんにゃんにゃんっていう曲を作ってずっと歌ったらいいと思う。マジでマジでバズると思う、本当に。全員が、じゃあちょっとごめんなさいね、あの本当すぐまたゆりちゃんのいいところで消してしまって申し訳ないんだけど、ニキってすごくね、なんかさっきちなつの話もしたでしょ、でゆりちゃんの話もしたでしょ、でちいこちゃんの話もしたでしょ、でニクラミちゃんはカラポペペロチーノさんっていう方が曲作ってくださる時に本領発揮するんだけど、雨に訴えばっていう曲がありまして、アミちゃんはすごいよね。アミちゃん、アミちゃんもまあすごい、絶対あの歌い方が超独特なのね、アミちゃんって。だからさ、あの子が歌ってるとさ、なんかめちゃめちゃ残るんよね、こういう歌い方の子いたなみたいなそうそう、あとなんかちょっとハスキーがかったアミちゃん、なんかさすごい頭に残る歌い方をするからさ、いいよね。でもなんか誰かと一緒に歌った時に一番入るよね、あみちゃんって私勝手に思ってます。だってすごい綺麗に、誰と歌ってもめっちゃ綺麗だもんね。いいな、これは素敵ですわ。あみちゃんセレクト、あみちゃんの声が入るのはこの2曲じゃないですか。エモさんもあるし、なんだろう、なんか変に感情が見えないからスッて入ってくる。って言ってるもんな、喋ってるもん、あみちゃんって喋ってるように聞こえる、すごいね、素敵ですね。ニーナがですね、森永ニーナちゃんですね。あとほぼ全員言ったか、もうあった森永ニーナちゃんですね。森永ニーナちゃんもラップ担当なんで、この曲なんですよ。5月10日に発売しますカスタムニキちゃんという新曲なんですが、この曲はあの森永ニーナさんが言うからできてるよっていうところがありますね。いや、うまいもん、やっぱどれだけ研究したんだろうって思う。こう歌いたいっていうのがあるから素敵。これいいですよね、大好き。私も、私ここ変なかったんだけど、だんだん爆発したいって言いたかったんだけど全くだった。
どこにもいないです私は。私はブンブン言ってます、ブン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 言ってるんで、ブンブン。あ、でもサビサビそこそこ歌ってたんで、今のところ。ブンブンブン言ってます、私はブンブン言ってます。ブンブン言ってるなと思ったら全部一度、3回もブンブン言ってるから。チームちゃんかわいい、ニキビ治った肌かわいいね。いやすごいよな、ニキって。ブンブンブンは全部私です、うん。何が見ないって分かってる、小さい。チーコめっちゃ可愛くないっていう。僕はチームボーカルなんですけど、あのボーカルメンが2人いるんですけど、その2人もすごい生えてるよね、この曲。ブブブンのパートめっちゃハマってて好きだった。あーわーい、イエーイありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ブンブンブン、あれめっちゃブンブンしてます、もっとブンブンしてます。カジの山盛りデアも聞きたかったんで、山盛りデア案件について、山盛り聞いてほしい。すごいですね、山盛りデアンって、デアンって言ってるのあれ。アップガニキの2期生のメンバーの佐々木穂乃香ちゃんと中川千尋ちゃんが1個ずつ、あ2個、あ何個かパートがあるんですけど、やりたかったよね。シノーペンコペンスヘコトンビヤマモリデアン、やりたかった。デアン選抜漏れした。シノーペンコペンスヘコトンビヤマモリデアン、やりたかった、やれなかった。シロペコペンセコトピクヤマモリデアン、違うんだよな、うちじゃないんだよな、やっぱチーコとか天才だもんね。トピクヤマモリデアン、マジかわいい。ちょっとフォーちゃん聞こう。いや、うまいよね、やっぱ。あ、うちじゃないんだよな。シロペンコペンセンコトッピングヤマモリデアン、いやいや、うまいよ、んいけたんじゃない。シロペンコペンセンコトッピングヤマモリデアン、デアンって言い過ぎなのかな、デアンデアン。シロペンコペンセンコトッピングヤマモリデアンデアン、違うか。ショーペンコペアセンコトピンヤマモリペアン、違うね、うん。シローペンコペアセンコトピンヤマモリペアン、違うわ。シローペンコペアセンコトピンヤマモリペアン、うん、違うな。シローペンコペアセンコタキノマヘンデヘアン、シローペンコシロペンコペンセンコトピックヤマモリペアン、怒られそうだからもうやめよう。シロペンコペンセンコトピックヤマモリデアンデアンデアン、あ、やりましょうか。ショーペンコペース変更トピック山盛りデアンデアン、ショーペンコペース変更トピック山盛りハン、なんかどんどん違くなってきた気がする。ショーペンコペース変更トピック山盛りハン、違くない、なんか違くなってきた気がする。じゃあ会社のソロバージョンやろう。会社のソロバージョン。ラップぐらいだったら歌えますわ。
って、ね、戻ってきた時にさ、ニキにさ、ちゃんと会社のが復帰した時にちゃんと歌えるようにさしておかないといけないじゃん。シャーペンコペンセコトピキャマモルデアン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 。Get better, 頑張ってるガロー。 Kiss it out, 130分まで。 なかたないじゃない。 なかたないじゃない。 空いてる土日過ごし、 スケジュール乱暴に潰し、 洋服見てるアプリポチっても出かけない。 どこでスポットライト、 あたしの将来、 どれの長いドラマなんか見ちゃったりしたんで。愛だけ止まりきれてない、いらないから爆発したい。愛だよと我慢ができない、ミキちゃんやばい、コフェスタム怖い。 I see コーヒー、フロッツァ、ラテ、チャッキー、シェイキー、クリーミー、フォーミー、アイスティーミルクを持ち帰りで、シャーペコペン、ヘコトピンや守りで、なんでもなりそうなの、グググ、頑張るからホイップをブンブンブン、可愛くなりたいあの年中、リキちゃんベルミキカスタムちゃん、はい。学校もみんな仲間、ルルルルルルママ、ニキビ治ったからテスト準備まだ、なかたないじゃない、なかたないじゃない。お部屋でメイクしたり、あの子のテクを参考に、光る角度決まり、じっとまでセルフィーして、泣くお匂いわかってる実際、けど気になる虫もできぬやつのタイプ若干。愛だけ止まりきれ決めない、愛だなどろんとくしたい、だけど我慢ができない、抜けちゃえばいとくとすたも怖い。 I see コーヒー、フロッツ、ラテ、チャンキー、シェキー、クリーミー、フォーミー、アイスミルクを持ち帰りで、ショーペンコペンセコトピヤンモリデン、なんでもなるそうなの、グングングン、頑張るからホイップをブンブンブン、可愛くなりたいあの年中、ニキちゃんベリーニキとスタムちゃん、はい。会いたいけど足らないから、会いたいやっぱ我慢ができないから、会いたいやっぱ足らないから、ああや会いたいやっぱ、うん、ニキタバーコフトスタムゴーワイ。 I see コーヒー、フロッツ、ラテ、チャンキー、シェイキー、クリーミー、フォーミー、アイスミルクを持ち帰りで、シャーペコペンセコトピヤマモリデン、なんでもなりそうなのグングングン、頑張るからホイップはブンブンブン、可愛くなりたいよな年中、ニキちゃんベリーニキカスタムちゃん、はーい。トゥルトゥルル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 ルよく見てるアプリ違うわ、空いてる土日過ごし、スケジュール乱暴に潰し、よく見てるアプリポチって持ってかけない、どこでスポットライト、あたしの将来、泣ける長いドラマなんか見ちゃったりしてんねってやつか。なるほど、難しいねすごいね、
けど気になる虫もできぬやつのタイプ若干って言えるようになりたかったんだけどできなかったな。はい、ちょっと皆さんも歌えるようになってみてくださいということで、すいません長々発信してしまったんですけども、ぜひよろしくお願いします。アップが日記、それでは明日もね、明日土曜日だっけ、明日土曜日か、土曜日だけど朝8時からやっちゃおう、朝8時から配信いたしますので皆さんぜひご覧いただけたらとっても嬉しいです。そしてお昼の1時から、そして最後は10時からの3本でお送りしたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではお手を拝借、せーの、ちょいカジスティックって、4月29日カジスティックライブも皆さんよろしくお願いいたします。元気です。カジスティックライブもやりたいな、ね、明日土曜日だ、そっか、ちょいカジスティックやる、ギターやろっか、じゃあ明日1時からちょっとギター弾けたらいいな、あでも弾けたらいいな、だね、ありがとう、みんなまた来てください、お待ちしてます。で、はい、着せな、以上です、ありがとうございました、じゃあね、夢見てください。